幻想独唱、雨の歌、夏の雨の歌にお越しいただきましてありがとうございます。こういうジャンルもあるんだよっていうところでですね、まあ、少しでもこうあの広めていけたらなと思いまして、少しでも地元のためにも何かやることがあればと思いまして、今回企画してみました。夏の思い出という曲を来ないんですけど、まあ、たまにはこういうの来るのもいいなと思いました、はい、また来たいと思います、はい、素敵な歌声でギター演奏もすごい良くて癒されました。何かねこう夏でこうムシムシするような陽気なんですけれども、その中でも何かね今日はなんか爽やかな一日が過ごせそうかなというふうに思います。はい、でもそういう明るい中でお寺でできて本当に良かったです。皆さんにこやかで和やかで演奏しててもすごくこうなんか一緒に口ずさんでるような方もいらっしゃったり、目を閉じてずっとこう何かこう思いを馳せてるような方もいらっしゃいましたし、すごく歌ってても皆さんの反応も感じながら、それがまあ良さだったりもするんですよね。こういうかなり近いこういう、まあ、いわゆるサロンコンサートというか、こういう少人数のところで演奏するっていう良さでもあるので、そういう形もあるんだよっていうのを、まあ、お伝えして、どん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 そういうなんていうんですかね、文化とか芸術だとかっていうところで少しでもなんか役に立てたらなっていうふうに思います。